はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。もうすぐ5時でございますね。はい、日刊現代デジタルですね、こんな記事も見つけましたですね。これは今日の6時、朝6時ですね。放水、放水でよかったのかな、放水やったかな。この例のあのあれです、あの女子テニス選手、気になるんでね、彭帥やったかな。よいしょ、彭帥さんですね。彭帥さん、ポンシュアイさん、北京語でポンシュアイさん、彭帥さん問題どうなる。放水産ってなんか水産、お魚取る水産みたいですね。放水産問題どうなるクエスチョン。IOC バッハ会長と渦中の張高麗元副首相は仲良しという、という記事ですね。読みましょう。中国の女子プロテニス選手の放水産、過去35が、チャイナセブンと言われる中国共産党の最高権力者の一人だった張高麗元副首相、過去75、年の差40もあるんですね、から性の暴力、暴行を受け、不倫関係にあったと自身のアカウントで中国版ツイッター、ウェイボーに投稿した後、所在不明になっている問題。来年2月に北京五輪開催を控える中国政府は事態の引き締め躍起で、疑惑は深まる一方、米国や欧州など国際社会による五輪ボイコットも現実味を帯びてきた。改めてこの問題の疑問をまとめた。そもそもチャイナセブンとは、全国に9500万人以上の党員を持つ中国共産党、そのトップに君臨する総書記をはじめとする7人の政治局常務委員のことだ。序列1位は赤い皇帝と呼ばれる国家主席の習近平総書記、68。他に首相や中国の国会にあたる中全国人民代表大会常務委員長などがいる。カンフーパンダとクマノスプーさんの意味は、これもええわ、飛ばしましょう。彭帥さんの写真や動画を公開している CGTN 環球時報とはどんなメディアなのか、まあ、これも飛ばしましょうか。IOC のバッハ会長と張高麗氏の関係は、これ4番目の質問ですね。バッハ会長は2013年に就任後、真っ先に中国を訪問するなど、もともと中国寄りの姿勢が鮮明だった。多分パンダハガーなんですよ。一方、張高麗氏は2013年から18年まで副首相を務め、その間、北京2022冬季五輪の誘致に中心的な役割を果たし、五輪開催を実現させた。中国は IOC と関係を強化する中で、張氏はバッハ会長と実婚の仲になった。2016年に北京を訪問したバッハ会長は共産党の建物で張氏と会談し、がっちりと握手する写真がネットで拡散されていると。まあ、ぼったくり男爵はそういうやつやったんやということですね。ということは、この前はバッハ会長と彭帥さんが、あれですね、テレビ電話で喋ってましたけど、そういう男やったんですね、IOC バッハ会長って。バッハ会長と中国政府及び張氏の親密な関係を考えれば、中国政府による情報工作との声が出ている彭帥さんとのテレビ会談にバッハ会長が応じたのも当然と言える。ぼったくり男爵と言われるバッハ会長にとっては、一人のテニス選手の人権よりも巨額のチャイナマネーの方が大切なようだ。そらすやろ。国際人権団体アムネスティインターナショナルで中国を担当する研究員アルカン・アカド氏は、IOC は危険水域に突入している。人権侵害のいかなる隠蔽工作にも参加しないよう細心の注意を払う必要があると警告していると。
あれですね、この彭帥さん、IOC のバッハ会長とテレビ電話で喋ったという以降、何もですね、動きは見られませんね。つまり、でも IOC のバッハ会長とはこういう男やということで、まあ、国際的にはかなり疑問を持たれているおっさんでして、となりますと、彭帥さんはまだその自由の身ではない可能性が高いわけですね。で、中国側としてはこの問題早めにこう解決したいわけなんですよ。でないとこの問題をですね、レバレッジかけてですね、あんな五輪に参加せえへんでとか、そういうことのネタにされるわけですね。それ嫌なわけですね。だから早めにこの問題を蓋したい。そのためには彭帥さんがですね、元気な姿でみんなに大丈夫や私ってこう言わなあかんわけですけど、どうやらまだその段階にはないようなんですね。つまり彭帥さんがそこまで動揺していないっていうか、まあ、そう、まだそのなんていうか、こう冷静に人前に出られない状態ではないんかなという気がいたします。だからですね、バイオシバッハ会長であればですね、その演出ができたんで、とりあえずああいう映像を作ったということではないんかなと。ということはですね、もしかしてこの問題ですね、IOC バッハ会長とのですね、テレビ電話でひとまず解決かいなと思ったわけなんですけども、皆さんはね、まだ全然そうではなくですね、これからもっと大きな問題に発展していく。つまり彭帥さんがですね、みんなの前ではい大丈夫って出てくるまではですね、この問題はですね、終わらないということになりますね。意外にこう中国はね、舐めてかかってると思うんですよ。まあ、これで大丈夫やみたいな。しかしですね、テニスがですね、プロテニスの選手たちがですね、彭帥さんどないしたんやということで、かなり強硬な発言をなさってますし、この女子テニス協会っていうのもかなり彭帥さんのことについてですね、きちんと目の前に出てきてですね、こう、きちんと無事を確認させてもらうと終わらへんというふうなことを言うてますんでね、今後プロテニス界は中国というマーケットを失ったところで、失うよりも彭帥さんの人権を守るんやという動きになっていきそうな気配ですね。で、 IOC に対する非難を強めそうな気配で、これは北京五輪を控えた中国にとってはですね、まだまだ厄介な、まあ彭帥さんがね、私大丈夫って出てきてくれりゃな、まあ多分それでいけるんですけど、おまけに出国してくれれば、出国されればですね、それはいいんでしょうけども、まあそこまで危険な状態で出せないというふうに中国当局が判断してるのかもわかりませんね。ということは、長引くで、ということですね。長引くし、今後ですね、これはウイグルやですね、チベットやと並ぶ問題になっても不思議はないなという気はいたしますね。だってもうバッハ会長とのテレビ電話から1週間は経ってないにしろ、まあ、それに近いぐらい経ってるでしょ。なのになんでこれ出てこないんでしょうね。直後、中国の高官はすぐに姿を現すとかって言うてたはずでしょ。言うてたはずなのになんで出てけへんやろと。あるいはもう出てきてるんだけども伏せてるのか、その辺はようわかりませんけども。僕ら一般人の前、もう一般人が分かるような形で出てこないとですね、こういう記事はずっと永遠に出続けてですね、中国とんでもない国やなというですね、事実がですね、世界中に拡散していくわけであって、ただでさえイメージを下げてるのにですね、どんどこどんどこ下げてってですね、北京五輪ボイコットやむなしやということになっていく可能性は十分にありますね。それは習近平さんにとってはですね、次の来年の党大会でですね、3期目に突入するのに対してですね、非常に邪魔な出来事になってしまうということになるんですね。だから、まあ、早めに片付けたいんでしょうけども、また厄介な問題ですね、これはね、中国にとってはね。我々にとっては興味深い問題であって、彭帥さんが無事でニコニコ笑って出てきてほしいなという気持ちはあるんですけど、どうなってるのかようわからんというのが現状でございますね。
はい、ということでございまして、この日刊現代のこの記事のサイトを貼っておきますんで、私今全体の半分も読まなかった、割合現代にしては長い記事ですね。ですんで全部読みたいという方はこのサイトに行っていただいてですね、中国のチャイナセブンがどういうもんなんやとかね、その後のなんやかんやって解説がいっぱい書いてありますんで、そういうのを読みたいという方は行っていただければと思います。彭帥さん問題どうなる、 IOC バッハ会長と渦中の張高麗元副首相は仲良しというタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。